音羽正彦1月5日から1944年2月6日は、朝香宮家出身の公爵、海軍軍人。英天は、君位等。皇族時代は、正彦王という。1914年1月5日、朝香宮鳩彦王の大王子として誕生。1936年4月1日、元により親戚降下し、音羽公爵家を創設する。 学習院中等科卒、海軍兵学校卒、海軍法術学校修了。赤木、山城、道の区各分隊長等を歴任し、第六根拠地帯参謀の海軍隊員として、マーシャル諸島のクエゼリン島で戦死する。去年31、1944年2月6日、戦死認定され、海軍少佐に進級する。高松の宮信人新王は、 高松の宮日記に、はじめ、大鳥島に勤務していた公爵を、危険だからというので、クエゼリン島に転属させたところ、米軍が予想に反して同等に上陸してきたと、記している。朝香の宮家では、君移等を持っていた公爵に大君移聞くを、授けてくれ、爵位を公爵に上げてくれなど特内省に要求したが、いずれも実現しなかった。年月日、 1> 第1次、この内閣で、拓務大臣を務めた、大谷尊雄の次女、マシコと結婚。二人の間に子供はなく、音羽公爵家は廃絶となる。多摩霊園にある、音羽正彦の墓正彦に関するカテゴリー。ありがとうございます。